ほうれい線、目元のたるみ、目尻のシワ、二重顎にブルドッグ顔、そしてイラハリまで、今日は一気に解消。地獄の顔トレ、しんどいけど一緒に頑張ろう。では頬肉バッカルファットをしっかり削っていくし絞っていくよ。こんな風に口の内側からほっぺたのいらないお肉を吸い込んで、そして唇を吸い込む、その次に大きく口を開ける。これを3ステップで繰り返していきます。いらない頬肉がしっかりなくなると痩せ効果はマイナス5キロの見た目。ここにお肉がいらないのが乗っているのと乗ってないのとでは大違い。あと少し頑張っていこう。ほっぺた、唇、そしてあっと大きく開けていく。そう、だんだん慣れてきたかな。あと少し頑張ってください。ではほうれい線を解消していきます。まずは唇をうっていう風に外側へ、そして唇を内側へ、外側へ、内側へ、そしてまずは左からほうれい線のあたりをベロを使ってこんな風にアイロンを当てていくように伸ばしてシワを消していきます。そう、繰り返して。そう、まずはほうれい線の原因となっている口の周りの筋肉の口輪筋という筋肉、これをしっかりと使えるようにしないとどうしてもたるんできてほうれい線ができやすくなるんです。できてしまったほうれい線はこんな風に口の周り全体を内側からベロでアイロンを当てるように消していく。そして口輪筋はしっかりと唇を使って動かしていく。では口角を上げてリフトアップしていきます。まずは左から口全体を閉じたまま左側に寄せて、そして指を使っていいのでこうやって頬のあたりで止めてちょっとリフトアップさせた状態をキープします。ここにはね、胸骨筋といって私たちの顔をリフトアップさせてくれる筋肉があるんだけども、これが使えなくなると顔が下がってくるんです。今度反対ね、右と左で左右差もあるかと思います。しっかりとご自身はどっちの方がやりにくいのかな、どっちのリフトアップ筋をリフトアップ筋の胸骨筋がサボっているのかなと考えながら、やりにくい方をたくさん行っていただいても大丈夫です。では次、ウィンク運動を行って目のたるみ、そして目尻のシワを予防していきます。まずは左から。ウィンクってさ、意外と難しくって左をパチパチしていたら私も途中で何回かに1回は右側も一緒に動いてしまうんだけど、やっぱり40近くなると目の周りの筋肉って弱ってるわと気づくんです。でもまだ諦めないよ。こうやって動かして動かして目覚めさせて、もう一度10歳前、20歳前のあの頃のパッと開いた目に戻るよ。そう、目の周りの筋肉は使えば応えてくれるし何回でも若返ってくれるから頑張って。そう、ウインクなんて久しぶりにしたわという人もこれ習慣にしてみてね。次は耳の周りをしっかり血流良くしていきます。まずは引っ張ったりしていくんだけども、ポイントがあります。引っ張るときは耳の付け根から引っ張ってくださいね。耳のタブを引っ張ってしまうと効果が半減しちゃうから。そしてもみもみ揉んでいくよ。耳のあたりにはたくさんのツボがあります。この辺りの血流が良くなると
視神経にもつながっているから目もパッチリしてくるし、こうやって餃子みたいに折りたたんだりしても効果的。このあたりは側頭筋や胸骨筋ともつながっているので、この耳の付け根が固まってしまうと、せっかくリフトアップするために働いてくれているはずの筋肉が使えなくなってしまうの。ではこのまま次、耳の真下、ここね、ここを人差し指の第二関節を使ってぐーっとマッサージしていきます。ちょうど横から見た時に、ブルドッグ顔や二重顎の原因になっているこの横のフェイスラインがぼやけちゃったという方は、この辺りをマッサージすることによってリンパの流れが良くなって、ブルドッグ顔の解消、二重顎の解消、そしてぼやけてしまった横向きのフェイスラインの解消へとつながっていきます。そしてね、この耳の前側のこの辺り、この辺りはエラ張りの原因となっている後筋のあたり、このあたりもエラ張りが気になる方はゴシ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 、結構グーで頑張ってマッサージしてね。あと少し耳の下も、そして耳の横も。では次、おでこのシワを解消していきます。まずはおでこのシワの原因となっているこの前頭筋、つまりおでこのあたりの筋肉ね、眉毛の上あたりから髪の生え際のあたりまでついてます。ここは頭や頭皮が硬くなっていたり、目を開いたり閉じたりするときにあまりにも過度に使いすぎてしまって、おでこのこの前頭筋が固まっている方っていうのはおでこにシワができやすいんです。なのでこうやってキュッキュッキュッと押したりマッサージして、指の腹を使ってなるべく上に上に上げていってください。前頭筋が本来の働きをしなくなってしまうと、このまま下に垂れてきて、そしておでこがシワという結果になってしまうんです。なのでしっかり揉みほぐしてね。さあでは次は目の下のあたりです。このあたりって使えなくなってしまっている方が大半なんです。まずね、こうやって眉毛の上のあたりのおでこをキュッと押さえた状態で、目のまぶたの下ね、下まぶたのあたりをキュッキュッキュッて、結構難しいんだけど動かす努力をしてみて。分かりにくい人はこうやって指を使って最初は OK です。ほら、ちょっと動くでしょ。これが大切なの。これが目尻のシワや目元のたるみの原因となっているんです。目の周りの眼輪筋という筋肉の下側、ここが使えなくなってきている方っていうのは、そう、目が垂れてきて、そしてたるみが出てきて、目の下にクマもできやすくなるの。今度は反対、私はね、反対側がとっても使えない状態になってます。なので私みたいに最初分かりにくいな、使うのを忘れちゃったなっていう人は、こうやって指を使っても大丈夫だよ。なかなか動かない、分かりにくいっていう方も多いと思います。でもね、私は最初は両方を左も右も使えないわという状態に陥っていました。だけどね、さっきみたいに左側だけやっているとだんだん使えるようになってきたので、右使えない、でもこうやって頑張って見てる、きっと両方使えるようになるから諦めて、私と一緒に頑張ろう。アラフォーになってくると筋肉がたくさんサボってくるから困るわ。頑張ってね、難しいね。そう、指を使ってもいいです。あと少し、難しいな。では次、ギュッとつぶってパッと開くよ。
をぎゅーっとつぶって開いた。そう、ぎゅーっとつぶって今度は上を見る。ぎゅーっとつぶったら下を見る。今度は左、右、なるべく目玉だけを動かしていくように。顔もね、少しぐらいは動いても大丈夫なんだけど、目の眼球ってくるくる回すよ。これも筋肉なのね。だからたくさんこうやって使ってあげることで目が大きく開いたり、そして目の充血がなくなったり、パッチリお目目になっていくので使ってあげてね。今度は最後、口も一緒に閉じて、反対見てつぶって開く、下つぶって開く、つぶって開く。ではあいうえおーと、これを繰り返しながら表情筋を全体的に使っていきます。E の時は最高の笑顔で、今日あいうえおあいうえおと言いながら、この使っていない筋肉をたくさん使ってあげてください。私みたいなアラフォーになってくるとね、たくさんの筋肉が使うことを忘れているんです。年齢を重ねたからシワができたり、ほうれい線ができたり、たるんだりしているんじゃなくて、ただ筋肉さんたちがサボっているだけ。こうやって表情をたくさん作って、大げさにあいうえおというだけで若返るよ。はい、皆さんとってもお疲れ様でした。どうですか？血が大きく開けやすくなっていたりとか、この辺りがポポポポポッと暖かくなっていたら、あなたのこんな様々な症状は改善されていくので、ぜひトライして続けてみてください。ではこの動画を最後までご視聴くださいましてありがとうございました。この動画のご感想はコメント欄にお待ちしてます。チャンネル登録や高評価ボタンもものすごく励みになるのでお待ちしてます。あなたの気になる部位別の動画が自動で届く公式 LINE 作りました。概要欄からこちらもお友達登録お待ちしてます。パーツごとの詳しい解説付きの動画も私のチャンネルからぜひトライしてみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。